はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第4回アベマ TV トーナメント、グループ C の戦いが即日のことになりましたので、速報していきたいと思います。まずチーム豊島が、チームハブに5勝2敗勝ち、そしてチーム木村に2勝5敗負けとなりました。これでチームは1勝1敗、そして個人成績の集計は7勝7敗となっております。そしてチームハブが、チーム豊島に2勝5敗で敗れ、そして本日チーム木村に5勝2敗で勝ちました。でこれで、チーム豊島そしてチームハブが、チームとしては1勝1敗、そして全体としては7勝7敗で並ぶという形になります。そしてそれだけじゃなくて、チーム木村もなんと、チーム成績1勝1敗、そして全体成績7勝7敗で並んだということで、これでなんと3チームきれいに1勝1敗そして7勝7敗で並ぶという形になりました。でこの結果、チーム戦績、全体戦績ともに並んだため、抽選&プレイオフがこの3社で行われることになりました。まず、この3チームの中から1つ、あれですね、シードチームを選びまして、もしそのシードチームに選ばれれば、その瞬間に予選突破が決まります。そして、羽生九段が見事にそのシードを引き当てまして、この瞬間に2位以内が確定して予選突破決定となりました。そして予選突破をかけたプレーオフ一番勝負の結果は木村九段が豊島竜王を下しまして、これでチーム木村が予選突破となりました。各チームの代表者同士の戦いで木村九段が勝ったということですね。そして、この瞬間に羽生九段、チーム羽生そしてチーム木村の予選突破が決まったんですが、この後1位決定戦が行われまして、木村九段対羽生九段で対局が行われて木村九段が勝利したため、これで最終順位はチーム木村が1位、そしてチーム羽生が2位、そしてチーム豊島は残念ながら3位で予選敗退となりました。そして個人成績部門ですが、ご覧のようになっております。まず、右ですね、羽生九段が4勝3敗、本戦では4勝2敗、そしてプレーオフでチーム木村の木村九段に敗れて4勝3敗ということになりました。そして中村太地四段は3勝2敗、佐藤慎也四段は0勝3敗となっております。そして木村九段は見事に6勝1敗という素晴らしい成績を残しました。本戦では5勝1敗、そしてプレーオフで羽生九段、そしてごめんなさい、本戦では4勝1敗、そしてプレーオフで豊島竜王、そして羽生九段に連勝して6勝1敗ということですね。そして佐々木勇気四段は2勝3敗、池永五段は1勝3敗ということになっております。そして、豊島竜王は2勝3敗、本戦で2勝2敗、そしてプレーオフで木村九段に敗れて2勝3敗となりました。で佐々木大地五段は3勝3敗、大橋六段は2勝2敗という形になっております。ということで、チーム木村、チーム羽生がグループ C からは予選通過を決めたんですが、グループ A ではチーム藤井が1位、そしてチーム稲葉が2位で決勝トーナメント進出を決めております。そしてグループ B は、チーム糸谷が1位、そしてチーム菅井が2位で、決勝トーナメント進出を決めております。ということで、本当に、まさかこの1勝1敗そして、7勝7敗で綺麗に並ぶっていうのは誰も想像できなかったと思うんですが、見事に羽生九段が、くじ運で予選突破決定、そして、プレーオフ一番勝負は木村九段、そして、木村九段が豊島竜王、そして羽生九段に連勝して、見事でこれ、見事に1位決定ということになりました。本当に木村九段、このフィッシャールールもうすでにアラフィフと言われる年代に入ったんですが非常に強いですね。ぜひ決勝トーナメントでもこの強さを見せてけてほしいなと思っております。そして、チーム羽生はそうですね、前回は三枚堂四段そして鈴木九段と組んで残念ながら敗退してしまったんですが、今回は見事に予選突破ということで、決勝トーナメントで暴れ回ってほしいなと願っております。個人的に優勝を予想していた、優勝候補を筆頭と挙げていたチーム豊島がまさか予選で敗退してしまうとは本当に夢にも思わなかったんですが、それだけこのグループ C のレベルが高かったということではないでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。